今回のキーワードはオートメーションになります。まあ、日本語も英語もオートメーションですね。もう一回オートメーション。オですか。アの感じと思います。オートメーション。あ、そう。日本多分ね、オートって言いますね。オート。オート、オート。オートメーション。アトモビールという言葉、自動車。なんか前乗ったって話してましたよね、先生。アートメーション、モバイル。まあ、今まではオートメーションのことは、まあ、オートメイトは自動、はい、動詞の感じですけど、自動化、自動になる、自動する、まあ、オートメティックの意味もありますけど、自動化、はい、その、まあ、いろいろな仕事が、オートメーションのロボットとか、機械とか、新しい最新の技術の、まあ、の陰で、のせいで、まあ、現在の仕事が、どんどんどん変わっていくの話ありますけど、その関係でオートメーションの話ありますけど、今までのすごいオートメーションがなんか仕事の関係ありますけど、なくなったのこと、例えばアメリカで、製造業、マニュファクチャリングということは、工場で作ってる、作ってるの仕事が、まあ、アメリカでは、まあ、30年ぐらいの間に、はい、半分ぐらいになって、しまったの感じです。あ、もう今現在昔と比べて半分ぐらいになってしまったと。まあ1980年から、2016まで、まあ半分ぐらいも元の感じが、ありますけど、もうそのこと聞きましたら、まあ他の国のその仕事、例えば工場がメキシコに移動しまして、その仕事がメキシコに行ったの考え方が多いと思いますけど、でも実は技術のせいの陰で、ロボットとのせいでの陰で、その仕事がなくなったの感じあります。し、あれですね、マネージャーの方から、経営者の方からすると、安いお金で、できるだけやろうとした結果ってことですよね。立場が違う、まあ、安全の感じもとかいろいろありますけど、品質も一定化しますからね。まあ、多分一番分かりやすいの例は、車工場も思いのこともあるし、ちょっと危ない機械を使い方も、可能性ありますから、もうちょっと早く車作りたいのこともありますし、人間代わりには機械入れて自動的の工場になってしまうんですけど、アメリカでも1960年、全体的な全部の仕事の関係では製造業の仕事が 24% でした、現在は 8% になりました。そうですか。それマニュファクチャリングジョブ、そうですね。まあ、元々アメリカは自動車産業とか、まあ、フォードとかね、まあ、基本的にはこう製造業が、まあ、少しずつ減っているのことがあります。そうそうそう、仕事絶対量がね、アメリカがそこからこう、なくなって、サービス産業とか そうですね、そちらの方に移行したっていうのもあるとは思うんですけど、日本のはその同じぐらいことだと思いますけど、その詳しくしてますか。ただ日本は、むしろアメリカがこう自動車産業から少しずつ撤退したのに対して日本が多くなってきている、まあ、日本が多くなってきたからアメリカの方が圧迫されたっていうのもあるんでしょうけど、いまだに日本は製造業は高いです。でただ、これだとリーマンショックあった時なので、2007年8年ぐらいから少しリーマンショック、リーマンブラザーズという会社、少し減少傾向に入って、今はまあ緩やかな減少になってるんですけど、まあ、やっぱり製造業からサービス産業だって人がこう仕事するっていう方に移行してってますね。特に、まあ、僕大学の教員やってるので、就職先っていうのもこの頃意識し始めてるんですけど、それだと一番就業者が増えてってるのが医療福祉の方はもう本当に右肩上がり、医療福祉、なので、まあ、今で言ったらオートメーションできないような仕事、サービス業の一つにはなってくるとは思うんですけど、そこが
ものすごく増えていってますね。で、まあ、先生これご存知でしょうけど、まあこれ中小企業昔と現在の比べてます。日本 の, あの仕事の分けの話ですね。業種が、今前はあの北海道とかを除くとほとんどが製造業が主要産業だったわけですけど、うんうん、日本全体の今は2014年ぐらいになってくると、まあ、主要産業は九州だったり北海道はほとんど製造業ではなくなってて、まあ、医療だったりサービス産業、まあ、サービス産業って言っても宿泊産業だったり、まあ、飲食が一番働いてる人が多いと、まあ、これ生産量ではなくてあの就業者数なので、それ人口的の関係ありそうですけど、あの医療の うん、こと増えたの感じが、それは、まあ、高齢化ですね、まあうん、人が高齢、住んでる人たちが高齢になるので、うん、そこの人たちに対するサービスということで、医療、福祉が必要になってきて増えていると、まあ、言い換えれば、衰退しているって言ってもいいと思うんですね、うんうんうん、それがどん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 あの北と南からどん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 入ってきてて、まあ、このエリアっていうのは近畿だったり東海なんていうのはまだ製造業主要産業として残ってますよね、これ見るとね、うんうん、だからまあここの辺りの人たちって田舎といってもそんなになんか切羽詰まってないですよね、うんうん、あのよく聞くのはあのうちの 教員はいろんなとこから来てますけど、うんうん、で地域活性化って言って何かやろうとした時にこういった四国だったり九州とかのところでやってるときは、うん、もっと危機感持ってるっていう風な意見は言ってる人いますね、うんうん、でピンとは来なかったんですけどやっぱりちょっと余裕があるなしもやっぱあるんだろうなと、うんうん、は思います、はい、そうですね、今までの、まあまあ、医療の例もある日本のありますし、はい、アメリカでも工場も仕事なくなることありますけど、うん、今からの、はい話がありましたね。今後、そうです、うん、今からな、まあ、新しい機械、最新の機械がありました、はい、例えば AI のことありますけど、はい、インターネットの仕事はあるしとか、あの工場だけではないの、うん、いろいろの仕事がロボットとか、はい、あのオートメーションのせいでなくなる可能性ありますけど、日本でも一時期なくなる仕事、これから先なくなる仕事っていうのが出てきてますけど、あれアメリカの方が先に出してたんですか、まあ、いろいろい、まあ、意見がありますけど、うん、でもすごいリスクが高いの、はい、なくなる、まあ、なくなる可能性の高い、リスクが高いの、ね、もう低いも、まあ、いろいろ、はい、あの意見があの比べましたですけど、はい、先生推測ありますか、一番リスクが高いあの未来、今からのその仕事がなくなる可能性ある、うん、あのロボットのせいで、オートメーションのせいで、まあ、製造業はそうですよね。で、うんうん、あやっぱり危険とか危ない、あその辺はロボット化はするだろうなと。もうそれはありがたい、危ないとか、ね、あの危険の仕事がやってくれるような、でありがたくないなって多分思うのが、うん、あの一般の人ですよ、あの事務職がもう今すでに、はい、あの人数的にはもう過剰になっちゃってるって言われてるんで、まあ、そこはオートメーションできるところはもうどん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 オートメーションしていってる段階なんでしょうね。例えば会計士の方がいたり、はい、あの税理士の方と話すと、もう知識なくてもできますよと、うん、あの入力するだけで今はもうできちゃうから、で簿記の試験とかはやってるけど、簿記の試験なくても事務職としてだったら入力するだけでいいんでできちゃいますねっていう意見はちょっと聞きますけどね。だからそういった仕事もやっぱりなくなるんじゃないですか。なそれはあの2番目リスクがあります、うん、それをあの私調べたことが、未来にあの簿記とか、うん、簿記簿記ね、簿記、簿記、はい、というあの事務の関係の簿記の仕事が、はい、まあ、95% ぐらいなくなりそうの、うんうん、あの施策が書いてありましたけど、まあ、今もどんどんどんなくなってますけど、あの、うん、コンピューター使って、まあ、入力しまして、うん、あのインターネットみんなシェアしますと、うん、こともありましたら、あと、まあ、機械、コピー機械とか、メディアないペーパーレスのこともありますし、そうですね、今、大学の会議、ペーパーレスやってますもんね。
ちょっと遅いと思ったけど今年ぐらいから本格的に、まあ、僕らはあの委員会が一緒のところがあるんで、うん、広報の委員会なんかはもう完全にペーパーレスでディスプレイ見ながらやってますけどね、うん、まあ、みんな自分の iPad とか私の携帯で見てますけど、まあ、コンピューターでもやってますけど、ディスプレイあれいいのはディスプレイに映すじゃないですか、うん、だからあれプロジェクター、そうそうそう、あプロジェクターね、うん、に映すから、あれを見てない人は多分違うこと考えてんだろうなと言うなら大体なんか分かるなと思ってね。あの前には紙がありますけど、そうそうそう、紙集中してくれるの分かりやすいです。ディスプレイ見て説明聞いてる人は多分聞いてるんだろうなと思ってね、あれ判断材料してますけど。そうですね、はい、あのそうですね、あのコンピューターのインターネットのおかげで、うん、あのボッキーの仕事が、はい、あのオートメーションになりそうですけど、アカウティングですね、うん、でもそれよりもあの電話の関係の仕事、はい、あのテラマーカーとか、はい、あのサービス、はいはい、あのカスタマーサービスのコールセンターがありますけども、はい、それはほとんど全部なくなりそうですけど、うん、一番やばいのっていうふうに書いてあります。そこの資料ではあるわけですね、うんうん、でも逆にカスタマーサービスが用意 してくれるのの場合に、はい、なんか人間が必要かなと、うん、僕なんか人間対応してくれた方がいいかなとは思うんですけど、ね、まあ、先生その感じありそうですけど、ガラケーの考え方は、はい、まあ、直接、ね、自動的なシステムがイライラさせるそうです。そうなんですよ。あれあでね、あのコールセンターで言うと、あの立地的な感じで言うと昔は、うん、そのオンラインでしょ、うんうんうん、だから別に都市部である必要がないわけですよ。で都市の方が人件費が高いから地方であの仕事を作れるものの一つだっていうふうに最初は言われてたんですけど、うん、なんかねあれ見てるとなり手がなくなっちゃうんですって。だから地方の方だと人がいないでしょ、だから人が集まらないんですって、うん、だからここである程度やると違うところに行って、うん、また募集して、で嫌になったらまた移動するというのをなんか繰り返してる。だから昔は沖縄の方にあったけど北海道の方に行ったりとか、はいはい、まあ、九州とかそんなの聞きますね。まあ、移動イレイラ、移動イレイラの感じですか。英語だったらインドがあの人件費が安くて英語圏なので、はいはい、インドの方でそこそういうのがアメリカの言葉よう聞こえますけど、うん、あの安くのためには、はい、あのコールセンターがインドに移動しまして、はい、でもあのどっちも英語ですけど数字内 の、 あの話がよく聞こえます。あと一つがその例えば、まあ、ここの辺りだったら京都北部じゃないですか、うん、京都北部のことを聞きたいのに北海道か沖縄の人に聞かなきゃいけないって。その話もありますか。だから分からないって。インドの人にアメリカのことを聞いても、うん、場所があって、あれ必死探してるんでしょうけどね、コンピューターでパソコンでこう調べて、はい、でもそれは2つの危ないの、もう1つですけど、はい、あの小売りの関係の仕事、リテイリングって、うん、あのそれの一番インターネットのせいで、うん、その仕事なくなりますけど、例えばアマゾンの、うん、のことが自分でなんか検索して、うん、はい、あとの自動的にはそのものが自分 の、 あの家に送ってあげるのこともありますけど、はい、でもこれ就業者としてはその地方衰退しているようなところっていうのは小売業とかが主要産業に上がっているところもあるわけですよ、うん、仕事をしている人が一番多いっていう、うん、そうするとその仕事すらなくなっちゃうってことになってきますよね、うん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 、大変ですね。でも逆には、はい、あのその危ないの仕事ありますけど、安全 の、 安全あのオートメーションしにくい、あのあの、ね、なんか推測ありませんか。そう 今そこにこう本とかありますけど、まあ、本書いたりとかクリエイティブな感じの人たち、 あとは、まあ、その人たちもそうですけど、スペシャリティの高いところは残るんじゃないかなとは思いますけどね。でも最近私の AI の、うん、の近いの拡張現実は AI の近いの研究ありますけど、はい、最近がコンピューターを本書くとか、あの美術を売ってくれるとか、うん、あの絵を書くとか、そのこともどんどんどん出てきました。なんか音楽あるじゃないですか。あ 音楽とかも、うん、あれ結局そんなに変わらないみたいですね、うん、あの売れる曲 の、 そのメロディーだとか、うん、
だから、まあ、作れるんじゃないですか、そういうのをまとめていけば。そう、それも、もう、まあ、どっちがいいですけど、人間作ってくるとか、はい、コンピューター作ってるのは、あの、最近が、あのコンピューター作ってるの、モナリサという絵、わかりますか、モナリサ。モナリサ、はい、同じぐらいのこと作ってまして、あの人間が、どっちが、はい、コンピューター、どっちが本物のことがわかりませんの、はい、状況になりました。あ、そう。うん、まあ、それ も, かあの いい推測かと思いますけど、まあ、もうその検索の中には、はい、あの先生のこともありました、はい、教員危な、亡くならない亡くならないの可能性が高いです。ただそれはアメリカのデータやから、日本は、まあ、少子化していくので、うん、あの教員数のは少なくはなっていくとは思うんですけど、うん、それはちょっと そこのでも私のそのことを考えてましたら、うん、あのその仕事がなくなるでしょ、うん、でも新しい仕事をトレーニングするためには先生が必要かなと。なるほどね。でも例えばあの自分の仕事が、うん、能力、自分のスペシャリティがなくなるの仕事の、はい、ことがありましたら、なんか先生になりにくい、はい、うん、でもなんか正しいのか、あの能力がと先生の仕事を分かりましたら、うん、まだ安全かなと、うん、でも前話してましたけど、あの例えばベースの学問でも、例えば経営学だったら、うん、これ知っとかなきゃいけないよっていうのがあるじゃないですか、うん、そういったものっていうのはその本当にオンラインでこう e-learning でできるものの方が、うん、あれはね僕ねその方に行くと思いますよ。ベーシックなあのことを教えるところはもう、うん、だってに日本全国一緒なわけじゃないですか、その最低限知らなきゃいけないっていうことは、うん、そこは一つ教材があってそれを共有する方が効果的だなとは思いますけどね。でもそう e-learning やるんですけども、うん、あのまあ、今の研究の中にはあの e-learning だけやってましたらか、 e-learning やってとあの先生と、うん、なんかフェイストフェイスのこともありましたら、なんか乗りはい、習うの早く、はい、速さを早いとか、あの深く分かってるの可能性があります。ゼミなんかは教員の特性出るんで、特徴が出るんで、そういうのはね、うん、フェイス2フェイスで、それも僕は少人数がいいと思うんです、うん、そこはだからそこの上と高まってくるとは思いますけどね、うん、ただ一般的なことに関しては共通なものはそういう形になってほしいなと思いますね。だってベーシックなものを教員によって見方が違うっておかしくないですか。あ、まあ、まあそれがいいっていう考えもあるんでしょうけど、あれがねちょっとねあのクエスチョンマークがついてるんですよね今も。うん、まあ、ごめんなさい。でも先生ですけども、はい、一番安全の仕事は講義に書いてありましたけど、うんうん、ナース。あ、ナース。ナーシング。あの医療、まあ、前の医療の仕事増えるの、うん、そう、その仕事が増え、日本の場合には、はい、一番増えるの仕事は医療とか、今ね、あのオートメーションしにくいの仕事が看護のこともありますけど、うん、でも日本のためには、うん、看護のオートメーションがないと、うん、もうちょっと問題と思いますよ。で問題なのは今その医療福祉これすごい多くなってますけど、それは高齢者が増えてるから、うん、割合的に、うん、だからそれ人に対するってものなので、うん、あの人口構造は変わりますから、うん、で変わることをある程度予想しないといけないので、オートメーション化できるものに関してはして、うん、あんまりそこに偏りすぎないっていうのは重要だと思いますよ、うん、先生でもあのまあバリエルあのなんか研究見ましたけど、はい、例えば日本 の未来には看護が足りないのことが分かりまして、はい、頑張ってロボットを作ってる の,、ね、の研究とか、うん、あの会社いろいろ作ってくれるの、はい、可能性ありますけど、パワードスーツみたいな、あ、見ましたか、あのそなあのお風呂に入れる出せるの機械が ありますけど、うん、あんなはなんか軍事転用しそうな感じですよねだから軍事的なものから医療の方に転用しているような感じはしますけどね。あれだって、ね、まあ、先生どうですか、時間的には。時間もそろそろですね。じゃあ、まあ、先生オートメーション大丈夫です。また
まあその話は続けるそうですけど、うん、パート2の可能性あります。パート2ね。パート2の、はい、パートが英語で2が英語あの日本語でしたよ今。はい、はい、まあとりあえずじゃあ今回終了ということで、それでは今回はキーワードオートメーションを中心にお送りしました。